は、スタイミです。今日は夏のメイクをご紹介します。夏のメイクといっても結構オールシーズンこんな感じなんですけど、ちょっとオレンジっぽいメイクにしようと思ってます。今は化粧水と乳液を塗って、あ、これ大事なやつ。バイシンを刺してます。バイシンは美容師さんとかが使ってる赤目を直すやつです。モデルさんとかに刺したりするやつ。すごいね、本当に即効性あるんで。これで一回目を白くしてからカラコンを入れます。まず前髪をクリップで留めようかな。一本やってちょっと整えます。よし。ではまずはカラコンを入れてまいります。今日は日によってね変えてるんですけど、古川ゆかちゃんがプロデュースしてるメイメのモンブラウンをちょっと全体的にオレンジとかブラウンっぽいメイクにしようと思ってるので、カラコンもブラウンにしてきます。はい、カラコンを入れました。ちょっと思ってたよりも暗い感じなんですけど、メイクに合うと思うのでこれでいきたいと思います。まずは夏の大敵、日差しから肌を守るために日焼け止めを塗っていきます。これは顔用の日焼け止めで、エンビロンから出てるラドローション日焼け止めクリーム、これ SPF16PA++ です。顔はマスクしたりとかサングラスしたりとかして覆ってるので、これぐらいで大丈夫かなって肩に思ってます。これしっとりしたつけ心地で肌にも優しそうで、お気に入りです。はい、こんな感じで塗れたら次は化粧下地を塗っていきます。アナスイから出たメイクアップベース、こちら新作を使った撮影を私がモデルでやらせていただいたんですけど、インスタグラムでも紹介した通りすごいピタッと肌にくっついてトーンアップできるのでめちゃくちゃおすすめです。ただこれ1本に日焼け止めの成分が入ってないので、なので日焼け止めを重ねてます。私は夏はねファンデーション塗ってもドロドロに溶けちゃうし、汗かいて今とかマスクしてマスクにくっついちゃったりするので、私は下地だけを塗ってます。こんな感じで塗り終えました。次は私の大好きなコンシーラーを塗ってきます。これもインスタでめちゃめちゃ紹介してるやつ、タルトってやつです。資生堂さんのポップアップストアで買いました。ニューヨークのブランドだそうで、その店のキャストさんに選んでもらって、色がたくさんあってニューヨークのブランドなので、コンシーラーは鼻に塗って鼻の下のこの赤みを消すのが私がよくやってます。そういえばリップのアートメイクをして、なんかちょっとなのでピンクです。ピンでも、はい、塗れました。肌はこんな感じです。あとでちょっとフェイスパウダー塗るけど、はい、お次は眉毛を塗ってきます。同じくアナスイのアイブロウコンパクト01番を今日は使っていきたいと思います。こちらもインスタグラムでご紹介したんですけど、こういう色です。オレンジとかブラウン味のある、髪の毛がずっとオレンジなのでこういうカラーを合わせることがすごく多いです。でもね、いろんなカラーをいただきまして、ピンクっぽい色とか、ちょっとすぐ出ないのでまた後日ご紹介します。今日はオレンジでまとめていきますね。このブラシを使っていつもは使わないけど、こっちのオレンジっぽい色に挑戦してみたいと思います。あー、なるほど、オレンジっぽい。でも今日オレンジメイクだからいいかも。眉毛のうまく描くポイントはなんか足りないところを塗っていくみたいな感じですね。あんまり眉頭とか私は描かないです。あー、こういう感じ。ですね、私の眉毛はね、アンフレールっていうお店で
眉毛ブリッジをしてもらっていて、カラーもしてもらってるので、今ちょっと塗っちゃったんですけど、すごいすっぴんでもとても整っていて、眉毛ってねすごい重要です。顔の中で知らなかった、私アイメイクとかチークとかリップとかばっかりにとらわれて眉毛の重要さに気づいてなかったんですけど、すっごい重要っぽいです。眉毛がね綺麗だとね顔がね全然違うの。眉毛サロン行ってみて、眉毛サロンに行ったりとか、こういう眉毛のしっかりしたメイク道具を使ってメイクしてみてください。めちゃめちゃ変わるからおすすめ。描いたらブラシでちょっとクリームの部分をちょいっと取って、これ不思議だよね、見たことないよね。毛もこのオレンジに染めていきます。なんかいつもと違うメイク楽しい。こんな感じで仕上がりました。眉毛オレンジ新鮮。眉毛の毛が立ってるとすごいおしゃれな顔に見えるんですよね。寝てるとね困り眉見たくなってね、ちょ表情に張りが出ない。でさらにおすすめなのがこちら、アナスイのアイブロウコートなんですけど、こちらも新作のやつで、こう眉毛の毛を立たせるのに私は使ってます。透明のアイブロウコートなので、ザ・アイブロウコートですね。お次の工程が根元になってきます。アナスイのアイカラーコンパクト7番です。すごいコンパクトなのでポーチの中とかでも全然邪魔にならないし持ち運べるので、私は最近はこればかり使ってます。色はこんな感じになります。ちょっと柔らかくて塗りやすいんですけど、ちょっとパウパウになっちゃってます。パウパウ中でちょっと粉々になっちゃってますね。私ねブラシの方が使いやすいんですよね。チップはこっちで塗ってきます。はい、アイホール全体塗って下まぶたにも塗るのにハマってます。塗れました。濃いめの方の色もちょっとだけ目尻に塗ります。アイラインみたいに。わかりますか？こんな感じになります。で次は手順的にアイライナーなんですけど、新しいの開けてみようと思います。ラブライナーのペンシルですね。こちらペンシルタイプってあんま使ったことないんですけど、ウォータープルーフでにじみにくいって書いてある。ラブライナークリームヒトペンシルアイライナーメープルブラウンです。クリア式なんですね。久しぶりに使うな、ペンシル型のアイライナーって。なんか細くて使いやすそう。塗りやすい。こんな感じで細く描けるし塗りやすいし、なんかでもペンシル柔らかいからすごい柔らかい印象の目元になって、あ、柔らかいんだねペンより。こんな感じで透けました。私はね目尻しかアイライナーが基本的に引かないんですけど、なんか雰囲気毛の隙間を埋めてみたんですけど、柔らかい印象で女性的な目元になれます。好きかもこれ。ちなみに今持ってるミラーはチャーリーズエンジェルのものですこれソニーの映画の方にもらいました。次はマスカラを塗っていきます。マスカラはリガフラッシュのカラーマスカラを使っていきます。03番でオレンジっぽいのかな、初めて開けてみるんですけど、カボチャームという色です。こちらも古川優香ちゃんがプロデュースしたブランドで、ケージもシンプルでおしゃれ。あ、オレンジだ、オレンジブラウンって感じです。今日は全部とことんオレンジとブラウンでまとめてみたいと思います。あ、かわいい。めっちゃオレンジじゃん、発色超いい。ちなみに私のまつげもアンフレールさんでまつげパーマをしてもらってます。いつからかまつげエクステじゃなくてまつげパーマの方が性に合ってるってことに気づいて、まつげパーマオンリーです。可
かわいい、こういう感じの色、超かわいい。まつげパーマだとビューラーがいらなくて、取れかけの汚い時とかないので、あとまつげに対しても優しくてすごく好きです。合ってます、私に。だからまつげパーマしてるのでビューラーとかは使わないです。まつげオレンジ、結構繊維質なので時間との勝負系ですね。パッパッパッと塗った方がいいと思います。下まつげも塗ってきます。かわいいです。カラーマスカラでもちゃんとボリューム出る感じで嬉しいです。いやー、次はリップを塗っていきたいと思います。ゲランのキスキスシャインブルームの509です。これ最近すごいお気に入りでずっとつけてるこういう色です。なんかちょっと濃いめのオレンジなんですけど、アイシャドウの色とかすごい合っててこういう色です。で、ね、いい感じに潤うのでね、グロスとかいらなくて。昔はマット一辺倒だったけど、今はちょっと潤うぐらいの方が好きです。こういう感じになりました。では次にチークを塗ってまいりたいと思います。最近ハマってるチークがありまして、ルーちゃんが、ルーコちゃんが作ってるハオというクリームチークなんですけど、すごく色が可愛くて発色がいい感じなのでご紹介します。私が好きなのはこっちの色ですね。なんて読むんだろう、なんて読むの、赤なんとか赤なんとかって書きます。ちょっと色の名前が可愛いんですけど、中国でルーちゃんっぽいんですけど、ちょっと読めないっていうのがあるって、すいません。朱色っぽい、まさに今してるメイクと超合う感じ、リップとかの色とすごい合う感じです。塗ってまいりたいと思います。じゅわっと内側から赤みが出てる感じになります。すごい好き、かわいいこの色。コスメ作る人天才なんじゃないかなと思うんですよね。私もコスメ作ってみたいな。よく合ってる、かわいい。メイクがオールモストダンになってきた。もうクリームチークの使い方はわかるんですけど、このフェイスカラー、ハオ、クリームカラー、あれですね、ハイライト的なやつですね、使ってみたいんですけど、ちょっと使ったことがなくて勇気が出ない。どこに塗るんだろう、ちょっと塗ってみようかな、試しに。ピカピカで気分かわいい。この辺塗ってるのかわいいよね。あとこの辺か、頬骨の高い位置に塗ってみました。内側に大きい鏡があって、それを見ながらちょっとやってます。あ、でもキラキラしてる、かわいいかも、かわいいかも。眉間ここに塗る、ここに塗ると確かに顔が立体的になる。へー、かわいい。どうですか、初めて、人生で初めて自分でハイライトを塗ってみた人、どうですか。やべ、最後になっちゃった、これ忘れてた。ちょっとテカってるので、夏なのでフェイスパウダー塗ってきてます。これはマックのプレッププライムトランスペアレントフィニッシングパウダーです。ブラシはディオール、大きなブラシなので、これを本当にサラッとだけ塗って、完成かな。丁寧にメイクすると違うね。ハイライト超かわいいじゃん。ハイライト今度から塗ろう。メイクは完成です。着替えてきます。着替えてきました。今日はこの洋服で出かけたいと思います。バームは内側から揉み込むといいと、揉み込むと表
表面がベチャってならないって聞きました。前髪の癖生かすか。今日は足をクリップで止めるというごく簡単なヘアアレンジ。はい、出来上がりました。オレンジメイクです。サマーメイクということで、ちょっとオレンジをたくさん使ってカラフルにポップに仕上げていました。眉毛もオレンジで、マスカラもオレンジ、アイシャドウもオレンジ、あとチークとリップもオレンジです。カラコンとアイライナーはブラウンです。ファッションこんな感じです。夏って感じです。大好きなフレアデニムに、これはこのビスチェはサイダーというインスタグラムのコックで買いました。すごい可愛いです。夏って感じ。人生で初めてハイライトを使ってみたりとか、なんかすごい自分的にも楽しかった動画でした。で、皆さんもこれから夏はまだまだ暑いですが、楽しんでメイクをして出かけてください。ではありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。とゆみでした。ありがとうございました。バイバイ。